じゃじゃーん。皆さんこんにちは、ケッチです。元ガーマルチョバの赤いモヒカンです。ですね、ガーマルチョバを脱退しまして、初めての舞台公演が行われます。ケッチスケッチというタイトルで行うんですが、まあ、ケッチは僕の名前ですね。ケッチスケッチはこのスケッチですね。でも英語だと寸劇とか小説とか短編とかそういう意味もあったりするので、まあパントマイム、クラウニング、まあフィジカルコメディと僕呼んでますけど、パントマイムとかクラウニングとか手品とか即興演劇を織り交ぜた喋らないコメディをスケッチのように皆さんにお届けするというのが、今回の舞台です。中にはガーマルチョバ時代にもやっていたペットボトルという僕の、まあ、作品がある、代表作があるんですけれども、そのデラックス版をやったりとか、まあ皆さんが、ね、見たい見たいというので、カバンのが空中に止まるやつとかエスカレーターとかね、もうやろうかなと思っております。フィジカルコメディというのはですね、まあフィジカル、体ですよね。でコメディなので、まあ身体を使ったコメディということなんですけれども、まあパントマイムと即興演劇、僕はガーマルチョバ脱退してからずっと習いたかったすごい有名な先生に2人ほどちょっと習いに行って、1個が即興演劇で、1個がクラウニングといって、まあ簡単に言ったらピエロさんみたいなものなんですけれども、そういうものも織り交ぜて、あと手品なんかもちょっとやろうかなと思ってるんですけれども、喋らずにそういうものをミックスして身体で表現するコメディです。ガーマルチョバ時代にもですね、真っ先に受け入れてくださったのが関西の皆さんだったんですよね。一番最初のガーマルチョバのテレビ出演は関西の番組2連チャンぐらいで出させていただきました。でしかもそのガーマルチョバ以前のソロ時代に僕が初めて遠征に行ったのも兵庫県だったんですよね。なので今回また兵庫で自分のソロ舞台ができるというのはちょっと不思議な感じです。なんていうですかね、偶然とは思えないこうご縁を感じますので、ぜひ皆さんお越しください。はい、何か一つ、じゃあ何がいいかな。ここを開ければ聞こえます。ここを開けたら聞こえます。じゃあどうぞ。はい、じゃじゃーん。というわけで、ご家庭にあるペットボトルですね、ここ指を親指を突っ込んで、あともう気持ちが大事、そんな浮かぶはずなんてないんだからっていう気持ちで、ゆっくり手を離して親指をちょっと動かしながら、なんていうんですかね、上に行くようなイメージでやると上手にいくと思います。おお、おお。であんまりやってるとねバレますんで、おお、ちょっとだけ、ちょっとだけ、おお、おお。おおっていう感じでやれば上手にいくと思います。やってみてください。11月27日土曜日、兵庫県立芸術文化センター阪急中ホールにてフィジカルコメディの舞台ケッチスケッチを上演します。ぜひお越しください。お待ちしてますよ。